んにちは、スキックのココです。エネです。関ヶ原育ちの私たちが紹介するゆるかわリポート第3回始まります。今回は関ヶ原鍾乳洞をご紹介したいと思います。関ヶ原鍾乳洞は夏は涼しく冬は暖かい、年間を通して洞内温度が約15度、シーズン関係なく楽しめる観光スポットです。全長518メートルの洞内を約20分で探索できます。見てください。久しぶりに来たので楽しみです。入り口からしてちょっとワクワクします。結構歩きやすいね。歩きやすいな。ここから先は暗くなるので皆さんが見えるように持参したライトをつけたいと思います。こちら海ゆりの化石です。現在こちらにいます。こちらに海ゆりがあります。皆さん実際に見に来てください。ねねちゃん、これも海ゆりじゃない？そうやね。どんどん狭くなってきたな。うん、頭実際やね。うん、今一番奥にいます。ここです。こちら菊画殿です。洞内最大の鍾乳石があります。こちらは巨人の足です。鍾乳石と石筍が何年もの間につながり、巨人の足を思わせるところから名付けられました。この辺広いな。広いね。こちらは鍾乳の間です。鍾乳の間は天井が10メートルまであります。龍が天に昇るというところで名付けられました。ここから出口に向かって右手の清流にニジマスが泳いでいます。ニジマスいっぱいいます。出口がね、出口っぽいな。いかがでしたか？鍾乳洞すごかったですね。小さい時に何回か来てたんですが、迫力があり楽しかったです。化石もいっぱい見れたし、なんか冒険しているみたいですごく楽しかったです。鍾乳洞の中は舗装されており、階段などはなく照明完備なので、ベビーカーでも安心して回れますよ。一歩足を踏み入れれば、そこはまさに自然が生み出した芸術作品です。神秘的な空気と自然の偉大さを肌で感じてください。敷地内には無料駐車場もあり、食堂や売店もあります。自然と歴史と伝統の関ヶ原鍾乳洞をご満喫ください。皆さんぜひ鍾乳洞に来てください。今回のゆるかわリポートどうでしたか？次回も見てください。